お肉です。パクチー。羽村奈美恵さん。ホラー系。なんかどこでも寝れます。お風呂。ゲームをしてます。一人で温泉に行きたいです。介護士。ちっちゃい時から見てるんですけど、割と海外のも日本のも見たりします。でも感動するのとかも結構多いんですけど、おすすめは、今おすすめはロストメモリーっていう洋画なんですけど、結構まあ悲しいっていう部分もありました。行けなくて、でお風呂に入ることが、そのお風呂ってさっき言ったのもそうなんですけど、お風呂に入ることが好きなのと、こう一人の時間が好きなので、ゆっくり観光とかお散歩したりしながら温泉入ってご飯食べてっていう、まあ旅行ですかね。一人旅をしたいです。そうなんです。高校の時に、高校生の時に悩んだ道ではあったんですけど、介護のお勉強をしてそっちに進むか、今のこういうなんていうんですか、芸能の業界に進むかっていうのに悩んだ時に、ちょっとなんていうんですか、こっちに介護士になろうかなって思った時期もあったので、やっていなかったら今でも興味はありますし、やってたんじゃないかなと思います。15歳ぐらいですね。おじいちゃんおばあちゃん子で、私はで、こう何かお世話をしたり面倒を見たりするのが好きで、で学校の授業で介護とか福祉の勉強があって、その勉強してるうちに、まあやりがいがあるだろうなっていうのを感じてっていう感じ。